こんにちは、S&D です。今日はアンダーパスの基本を行っていきます。まず構え方ですが、足幅は肩幅より少し広めに開いていきます。どちらか好きな方の足を半歩ぐらい前に出していきましょう。膝はつま先よりも少し前に出るくらいの姿勢で膝を曲げていきます。曲げすぎてしまうと動けなくなってしまうので、自分が動ける範囲で曲げていきましょう。腕は肘を上げて構えていきます。ボールを当てる位置は手首から肘の間にボールを当てていきます。腕と足までの距離は 1.5 から2個くらいの間隔を空けていきましょう。パスをするときにできるだけ視界にボールが入る位置で捉えるといいと思います。できたらボールをパスした後に送り足を使ってボールを運ぶイメージでレシーブをします。送り足はどちらかの足を前に出して、その姿勢を崩さずに前に進んでいくというのが送り足です。強打レシーブと違ってボールに勢いがないことが多いので、ある程度腕を振っても OK だと思います。ただ腕を振りすぎてしまうと安定したパスが返らないので、まっすぐパスを返すには構えた位置から肩よりは上に上がらないくらいの範囲がいいパスを返せる範囲だと思いますので、意識して練習してみてください。他にもパスの動画はたくさん出しているので、再生リストのアンダーパスやレシーブもぜひご覧ください。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。